2006年のサッカーワールドカップドイツ大会、一見普通のロングシュートが微妙に変化し、ゴールキーパーの手をすり抜けていく場面が幾度も見られました。そのボールは全く回転しておらず、この無回転が謎の軌道を生み出していたのです。ボールが消えて見えたんですよね。一瞬自分の視界からボールが消えてしまったんですよね。で、気がついたらゴールに入っていたっていう、今までに体験したことのないシュートだったので、あ、これはこのボールの魔力かなと。新しいボールで無回転シュートを打つとどのような変化を見せるのか。近いと無回転シュートを得意とするプロサッカー選手の三浦敦弘選手です。三浦選手の無回転シュートをハイスピードカメラが捉えました。これがその映像、1秒を160倍に引き伸ばしたものです。しっかりと足首を伸ばし、ボールを長く押し出しています。後ろから見るとそのボールは全く回転せず、無回転でゴールに向かっていることがわかります。その無回転のボールはゴール前で軌道を変化させ右にブレていきました。ここで落ちてる、落ちてるね。自分のシュートの変化を見るのは三浦選手にとって初めてのことです。今のボールの軌道は、はい、ご本人のイメージとしては、いや、まあブルーってますよ。蹴った方から見るとね、若干こう怖いよ右に行って落ちるような。ボールはどのようにブレているのか軌道を追いました。ハイスピードカメラに加え11台の小型ハイビジョンカメラで撮影しました。蹴る地点からゴールネット裏まで5メートル間隔でカメラを並べました。これがそれぞれのカメラが捉えた映像を合わせ、ボールの軌道を映し出したものです。ボールは途中から上下にわずかに波打ちながら進んでいました。ゴールキーパーの目線でこのブレを見てみます。上下だけでなく左に5センチ、そして右に5センチブレていました。視点を変えてブレが始まる地点を見てみます。ブレが始まるのはゴール前15メートルのところでした。さらにこの地点からゴールまでの時間を測ると0.7秒。無回転シュートはわずかな時間の間に複雑にブレることでゴールキーパーの目を惑わしていたのです。なぜボールは無回転になると複雑にブレるのか調べてみました。防衛大学校の伊藤慎一郎さんです。水泳選手が受ける水の抵抗、ボールの空気抵抗など流体力学の観点からスポーツを分析しています。ボールが無回転の場合と回転した場合で
空気の流れにどのような違いが生じるのか実験しました。煙を流して空気の流れを目で見えるようにする風洞実験です。ボールの真横からハイスピードカメラで撮影した映像です。無回転の場合、ボールの後ろの煙の流れを見ると上下に渦が発生していることがわかります。大きい時には渦の大きさはボールの4分の1にもなります。一方、ボールを回転させると後ろにできていた渦は乱れていきます。渦は未回転の時だけ発生することが分かりました。この渦はカルマン渦と呼ばれるものです。渦ができるとその中の気圧が下がります。物体は気圧の高いところから低いところへと引き寄せられます。そのため渦が上にできればボールは上へ、下にできれば下へ。前に進むボールが渦ができた方に引っ張られることで微妙なブレは生まれるのです。ボールの後ろの部分にカルマン渦が時々スッスッと発生するのが分かりますね。今発生しましたね。ここにぐるっとこう大きい渦だからその影響が大きくてボールが左右に触れたり上下に触れたりっていう風な状態になるんだと思います。だから、揺れ幅が大きくなってフラフラ軌道が安定しない魔球ボールっていう魔球シュートができるんだと思います。筑波大学のサッカー部です。まずサッカーボールに支援化チタンという薬品を塗ります。このボールを蹴ると空気中の水分と反応して煙を出します。さあ、これがボールから出る煙を捉えたハイスピードカメラの映像です。水平に動いてる。そうなんです、はい、煙の流れが途中から大きく波打っているのが分かりますか。下に一回下がったのにまた上に上がってまた下がってる、はい、何これ何これすごいまた上がった。最後さらにクローズアップしてご覧ください。下がって上上がろうとして上上がろうとして無回転シュートがブレているのがよく分かります。落ちてまた上がろうとしてる。また上がった、ほら上がってくるって